と書きますが、空手の型の内でもちょっと変わったものです。体を一つところに置いて群がり寄せる敵勢を掴んでは投げ、ちぎっては投げと言いたいところでありますが、これは寄せては突き、近づけては蹴るとでも申しましょう。鉄器の型でございます。次は転生、手のひらを転がすと書きます。一種の深呼吸でありまして、ジャワのガベラ踊りに似ております。これから行動に移ろうとするとき、あるいは格闘して疲れたとき、一瞬の間を捉えて神経を整え、疲労を抑え、次の行動に対する準備を完了するためのものであります。この姿から石を砕き板を割り、人を倒す一撃や一蹴りが生まれようとはちょっと思えません。でも何か烈々の気迫、隙のない構えがこのうちから伺われると思います。鍛錬を積み重ねた肉体がどんな驚くべき威力を発揮するか。鉄のように硬い耐火レンガも一撃加えれば、直径3寸ぐらいの石も物の数ではありません。1枚重ねた川の山も何枚もの毒の板も一撃のもとに砕け散ります。ここで一つ沖縄空手と大気姿勢流両チャンピオンによる攻防戦をご覧に入れましょう。1929年1月14日、千葉県館山海岸において世界初めての空手で猛牛と組み打つ大山六段の決死的実験が行われました。それはその貴重な記録であります。この日、空手の威力を遺憾なく示す人と猛牛との戦いを見ようとして集まった観衆千数百名、万一の場合を予想して警戒に当たる武装警官また24名、各新聞社の記者キャメラマン中止のうちに戦いはまさに開始されようとしております。大山六段、身長507寸、体重22貫、鍛え抜かれた肉体は日本空手界の第一人者にふさわしいものがあります。一方、当年5歳の南部さん大牛は体重110貫余り、角の直径3寸、角長さ1尺3寸という猛牛であります。身長は刻一刻と高まってまいります。六段一躍して牛の花面を捉えました。牛か人か手に当て握るうちに、ついに闘争の火蓋は切って下ろされたのであります。スペインの闘牛士は剣を持ち、危険な場合は隠れ場所もありますが、この場合の大山六段は全くの素手で、避難場所などもちろん持っておりません。逃げんとする牛、それを捉えんとする大山六段、一撃。しかしまだ角はびくともいたしません。
策だ。これに歯向かう猛牛、戦いはまさに最高潮に達しようとしております。大石の角はついに大山六段の脇腹を傷つけました。しかし鮮血に屈せず、大山六段はついにこの大石を引き倒してしまいました。果たして大山六段の成果なるか。さすがの大石も次第に弱ってきました。大山六段のしっかり組み捨てられた猛牛、大山六段は目的である角を追い取るチャンスを狙って呼吸を整えています。体勢を立て直した大山六段の最後の死闘の一撃、角は根元から折れてぐらついてきました。ぐらついてきた角を大山六段もぎ取ろうといたしますが、厚い皮がついているためなかなか取ることはできません。しかし戦いは完全に大山六段の勝利となったのであります。終わりました。しかしそれは奇跡でも何でもありません。たゆまぬ鍛錬の力が操作したのであります。空手は常に二個防御の最大の技術であります。近代的なスポーツであります。そしてその進化は遠く海外まで躍進しつつあるのであります。